神、内康氏は、京都府綾部市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。延岡学園高等学校では、第82回全国高等学校野球選手権大会に出場し、宮崎県内では、右の寺原、左の神内と呼ばれるほどの評判の投手で、互いにライバル関係を築いていた。寺原は、その後、 第83回全国高等学校野球選手権大会で注目を浴びた後に4球団から1巡目指名を受け福岡大英ホークスへ入団しているが神内も2001年度ドラフト会議にて福岡大英ホークスから4巡目で指名を受けて入団した背番号は38ソフトバンク時代プロ入り後すぐに結果を残したテラァラとは対照的に神内は 高校時代から課題である、請求難によって、ウエスタンリーグでも十分な成績を残せなかった。2004年7月25日の対、千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初先発を果たし、勝利投手にはなれなかったものの7回無失点と、上場の結果を残した。この活躍が認められ、この年は12試合に登板した。2005年4月2日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、 中継ぎでプロ初勝利を果たすと、手薄だった左の中継ぎとして1軍に定着し、前年より倍以上の46試合に登板、防御率3.2617ホールドと好成績を残した。2006年からは、さらなる活躍を目指すために、大幅な肉体改造を行ったが、これによって体重が 10kg 増加すると同時に、球速も、時速 10km 近く速くなった。 同年5月18日の対読売ジャイアンツ戦で初先発勝利を果たすと何度か先発を任され自己最多となる6勝を挙げた。特にチームが苦手としていた対北海道日本ハームファイターズ戦では6試合で2勝、防御率1.10を記録するなど幾度となくチームの危機を救ったが後半に入ると6連戦がほとんどない緩い日程だったためにマ不足が解消され、 登板機会は多くなかった。6月18日の対中日ドラゴンズ戦では、先発して6回途中まで11個の三振を奪ったが、神内の後を、店工事、吉武慎太郎、篠原孝行藤岡義明、真原隆広のリレーで、1試合最多対となる19、脱三振を記録した。しかし、度重なる連投などから肘への負担が増していき、 2008年3月25日に、群馬県内の病院で、左肘内側側側副人体の手術を行った。この、リハビリのため、この年の一軍登板はなかった。2009年4月5日の対オリックスバファローズ戦で、約2年ぶりとなる一軍登板を果たし、勝利投手となった。2010年4月14日の対オリックスバファローズ戦で、 交番した後に自らグラブを投げつけたり、ベンチの背もたれを蹴ると乱暴な行為をしたため15日に、ナ内を厳重注意処分として、ベンチの破損部分の修理代金7万円を請求した。ナ内は、自分のピッチングの不甲斐なさに苛立ちを抑えることが、できず、通夜のような行為をしてしまい、本当に反省していますとコメントしている。2011年は一軍投板が2試合で、 防御率16.20と自己最低の成績に終わった。ウエスタンリーグでは31試合に登板して、防御率2.94とまずまずな成績を残していたが、一軍昇格は果たせなかった。2012年は開幕一軍で迎えるも、初登板となった4月3日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、冒頭で失点するなど、結果を残せなかった。 一度降格した後に最昇格した後は、成績も安定し、この年は4ホールドを記録した。しかし、シーズン終盤に入ると疲労感から打ち込まれる試合が、目立ち、8月27日に最降格後は1、軍昇格がないまま終わった。2012年11月、吉川照明、田村仁と共に、山本翔吾、江尻慎太郎、吉村祐樹との3対3の、 交換トレードで横浜 DNA ベイスターズへ移籍。背番号はソフトバンク時代と同じ38に決まった。2013年シーズンは序盤から中継ぎとして1軍に帯同。6月3日の対北海道日本ハムファイターズ戦では3年ぶりに先発登板するも4回5失点、四死球4、飛安打7と安定せず敗戦投手となり2軍落ち。 以降シーズン終盤まで一軍での登板がなかった。2014年10月3日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日に自由契約公示された。ありがとうございます。